川崎グランプリとは、川崎重工業が製造していたオートバイのシリーズ車種である。1980年代後半から1990年代半ばにかけて廃棄量別に製造販売されていたが、現在はすべて生産が終了となっている。シリーズ車種としてのグランプリは、1世代前の GPZ、GPZ、R シリーズの後継にあたり、 次世代機種は ZZR シリーズとなる。グランプリ 750R は1986年から1989年まで販売された。GPZ750R の後継車種。海外仕様では北米仕様が1990年まで、欧州仕様が1991年まで販売が続けられた。後継車種は 1989年に発売されたレーサーレプリカモデルの ZXR750 である。なお、他の排気量クラスでグランプリシリーズの後継となっている ZZR シリーズでは 750cc クラスの設定はなかった。忍者 600R グランプリ 600R 北米仕様1988年発売。輸出用車種 GPZ600R の後継機種。 北米では、忍者 600R の名称で販売された。北米名称の忍者 600R は、先代 GPZ600R から共通であり、グランプリ 600R は、忍者 600R として区別される。なお、ZR600 バイトに相当するのは、忍者 600RX となる。欧州仕様のグランプリ 600R は1996年まで、 北米仕様の忍者 600R は1997年まで販売された。後継機種は1997年以降の ZZR600 となるが、1990年にはすでに発売されており、並行してラインナップされていた時期がある。グランプリ 400R は1987年に発売された。GPZ400R の後継車種にあたるが、 同モデルは1989年までグランプリ 400R と並行して販売された。グランプリ 400R に搭載されるエンジンは着実な改良がなされていたが、先代からキープコンセプトなだけに新規性に乏しく、アルミ製ダブルクレードルのアルクロスフレームからスチール製丸パイプに戻ったフレームなどとも相まって併売された GPZ の方が人気がありセールス面では、 苦戦を強いられた。なお1987年以降の GPZ-400R にはグランプリ 400R と同一のエンジンが搭載されている。1990年に後継機種の ZZR-400 が発売されると共に生産終了となった。忍者250グランプリ 250R 北米使用グランプリ 250R は1987年に発売された。 GPZ250R の後継車種にあたり、仙台譲りの DOHC4 バルブ水冷直列2気筒エンジンを搭載。GPZ250R が GPZ-R シリーズの中でも独自のスタイリングであったのに対し、グランプリ 250R はグランプリシリーズ各車種と共通するフルカウルをまとったデザインとなっている。 前輪のブレーキがシングルディスクのグランプリ 250R に加え、1988年にはダブルディスクを装備したグランプリ 250R2 が追加ラインナップされた。1990年に後継機種の ZZR250 が発売されるとともに国内販売は終了となった。ZZR250 は上位の ZZR シリーズ各車種と同様の デザインを持ち、ツアラーモデルとしての性格を強めたモデルであるが、4気筒エンジンを搭載する他の ZXR250 シリーズとは異なり、グランプリ 250R と同系列の2気筒エンジンを搭載している。国内では、後継機種の ZZR250 と入れ替わりでラインナップから消滅した一方で、輸出モデルの生産については90年以降も続けられた。 北米市場では第二世代の忍者 250R として88年に発売。90年に新型忍者250である ZZR250 が登場した後もシリーズの一角を担い2007年まで販売され続ける。2008年にラインナップは一新されグランプリ250と ZZR250 は後継機種の 忍者 250R に写真統合を受けた。ありがとうございます。